まあ、先ほどあの土俵を離れてという話を伺ったときに、はい、現役時代はなかなか見えなかったものが見えてくるようになったという話がありましたけども、はい、あの時ああしとけばなというのはたくさんそうそう出てくるわけですね。やっぱりいろいろありますね。そうですか、はい。まあでも現役時代は本当にもう自分の一日一番にね集中してるわけですからね。そうですね。さあ変わって千斗龍と御剣山、この両者も関取経験があります。千斗龍は幕内の経験も持っています。解説は元港富士の立田川親方ですが、立田川さん、はい、千斗龍とは対戦ありましたか？何回かやってます。立ち合いの当たりが強そうですね。突き刺さるような、突き刺さるような立ち合いなんですよ。で僕も負けないようにこう踏み込んでいくんですけども、はい、胸に本当に穴が開くんじゃないかっていうような突き刺さるような打ちかましなんですよね、はい。まあ、しかしそれに負けてはいけないわけですね。そうですね、はい、負けてはいけないんですけど、まあ、当たってからの、突っ張りというか押しですか、うん、もうあの腕ですからすごいんですよ。またこの腕ですもんね。はい、この腕なんで。でも案外ちょっと横の動きに体がちょっと硬いんで、なるほど、横の動きがちょっと弱いところがあるかなっていう感じなんですけど、その辺を御剣山としては突きたいところです。御剣山としては、まあ、体ありますんでその打ちかましを受け止めていけばいいと思うんですけども、はい。行司木村久幸に変わりました。幕下上位5番3番目の取組が時間です。ちょっとこの幕下上位も合いません。落ちない御剣山。押し出しました御剣山の勝ちです。千斗龍は当たっておいて、辰川さん今日はいなしに行きましたね。そうですね、あれもよくあるんですよね、はい。でもあれやっぱ御剣山が残りましたんで、はい、残って構えてしまえば、まあ、組み止めてしまえば御剣山の方が有利かなって感じですね、はいはい。決まり手は寄り切りです。御剣山が勝ちました。